先日、阪神電車の尼崎に泊まっている電動貨車が、近日中に引退されることが明らかになったよ。ずっと尼崎駅にいるあの電車ももう引退なのか。そういえばあの車両がいつから尼崎にいるかあんまり知らないね。まあ昼間はずっと尼崎に居座ってるだけだしね。実は、そんな阪神の電動貨車は、難波線開業後に消えていったものを装備していたりしていて昔の阪神の名残があるよ。旧時代の阪神の名残はこの車両くらいになっちゃったな。ということで今回は、かつての阪神の名残を含む、尼崎の主こと阪神201型、202型について解説していくよ。名列車解説。注意、この解説には引用やうぷ主の適当な解釈や個人的見解などがありますが、もし間違った点があればコメントでご指摘お願いします。では本編をどうぞ。大阪府大阪市の西側、野田に本社を構え、難波、梅田といった繁華街と神戸三宮を結ぶ関西大手私鉄の一角、阪神電気鉄道、阪神。そんな阪神電車は1980年代頃に、電動貨車の老朽化がかなり問題となっていたよ。というのも、当時阪神電車で使われていた、電動貨車の151型、154型は、大正時代中期の1920年あたりに製造された木造路面電車を、後世に改造した電車を、さらに魔改造して製造したという経歴なため、製造から60年経っていて、経年劣化が激しいのももちろん、さらに吊りかけ駆動方式で低加速であったこともあってか、かなり作業の中で安全性が確保されづらくなっていたよ。そこで阪神電車は、この60年ものの魔改造電動貨車を、新型車両に粉砕することを計画したよ。ただ、作業面を考えて、旧型の151型、154型に近い構造や寸法を採用しつつ、2台の最大積載荷重だけを増やす形を取ったよ。そして新型電動貨車車両の計画を行っていた当時は、新型の急行型車両である8000系が製造されており、電気系統やパンタグラフを、その8000系に基づいたものにすることとしたよ。さらに阪神電車は、この8000系の導入によって粉砕がなされていた、3301型の状況を見てひらめく。この粉砕がされている3301型の経年は30年か、まだ使えるな。そうだ、一類だけ抜き取って、今計画中の新型電動貨車にくっつけないやん。そうしてなんと、3301型の床下機器類、台車を流用して、その上に新しく製造した車体を乗っける。現在の名鉄みたいなスタイルを採用して、新型の電動貨車を製造することとしたよ。そうして製造された車両こそが、阪神201型、202型だよ。車体長は 17.8 メートル、車体幅は 2.74 メートルと、通常の阪神電車より一回りちょっとくらい小さい車体となっているものの、従来の151型、154型の最大積載荷重が8トンだったのに対して、こちらは最大積載荷重が15トンと2倍近く積載できるようになっているよ。また、この201型、202型で特徴的なのは、向きによって顔がかなり異なっている点で、201型の梅田型、202型の三宮型はこんな感じで201系とか103系とかに近いような、つま面の顔面だけど、201型の三宮型、202型の梅田型はなんと、ボックス型の小さい運転席のところにライトを詰め込んでいるため、どことない馬面スタイルの顔となっているよ。ちなみに、両方の顔面には、ライトが真ん中、または運転台窓の上に並んで2灯設置されているスタイルとなっていて、これは8000系のマイナーチェンジ版 8211F の元になったとか、逆に 8211F をベースにしたとか色々言われているよ。ただ、この8000系のタイプ2のような前哨灯に対して、標識灯、尾灯は5001型などでも使われているタイプが採用されているよ。主要機器類は、前述の通り1958から59年に製造された、3301型のものを主に流用していて、3301型の3302、3303編成から台車、主電動機、ブレーキを流用したよ。ただ、制御装置だけは、どうしても劣化が激しかったため、当時3521型が3000系へ改造される際に発生した、抵抗制御の制御装置を流用しているよ。そのため、車体は心臓、台車、主電動機、ブレーキは3301型から、制御装置は3521型からというなかなかのスタイルになっているよ。ちなみに、201型と202型ではちょっとだけ区分がされていて、荷台に何もないのが201型で、荷台にホイストと呼ばれるクレーンを装備しているのが202型であるよ。製造当初は、赤同社から機器類をぶち込んできたことから、塗装は赤同社が採用していたエンジン色を用いていたよ。ただ、このエンジン色塗装はまさかの4年で終了することとなるよ。製造当初、阪神は3301型からの流用でなんとかなると思っていたが、まさかの3301型の採用していた直角カルダン駆動方式が、阪神電車内で淘汰されたため、メンテナンスがめんどくさいからという理由で、1990年に3521型の発生品の台車、主電動機を装備、3301型からの流用スタイルだった時期はまさかのわずか4年で終了したよ。余談だが、流用した機器類を流用でリニューアルするというスタイルは、近鉄南大阪線の16010系なども行っているよ。3521型の流用が多い中でも、ブレーキだけは乾燥から耐えたため、ブレーキは1959年製、主電動機、台車、主制御装置は1968年製、
車体は1986年製という、車体と気球類の製造年が異常なまでにバラバラな車両が完成することとなったよ。そしてこの気球類完走の際に、見慣れている現在のブルーの塗装へと変わったよ。ちなみにこの201型、202型の装備するバンドン式連結機は、2020年代初期に赤道車が捕食者の職業となって以降は、この車両のみが装備する唯一の連結機となっているよ。そして製造から30年と少し、保線工事を中心に、枕木やレール、資材の運搬など様々な作業をこなして、阪神電車の安全を支え続けていたよ。ただ、そんな201型、202型も製造から38年、床下機器類は50から60年と経年劣化が激しくなっているため、2024年9月に阪神電車は近日中に、この201型、202型の引退を行うことを発表したよ。機器類流用をしまくったり、4年で塗装や機器類が変わったりと名要素もありつつ、阪神電車の安全を陰で支える201型、202型、引退するその日まで、現在も尼崎車庫の隣で誘致され続けているよ。意外と機器類流用が多くてびっくりしたのぜ。尼崎の隣にいる何の変哲もない車両だけど、名要素と名要素を兼ね備えているんだね。10月8日に撮影会が行われるからそれまでは尼崎駅の横に入そうだね。おそらく1ヶ月後から2ヶ月後に引退予定だと思うよ。ということでみんなもぜひ、機会があれば今のうちに201型、202型を見に行ってみてね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。